朝の信仰特本、心澄ます共和集、見えない徳を積む。妻に頼まれて家のゴミ出しを手伝った時のことです。近所の人々の様子を何気なく見ていますと、ゴミ出し一つでもその行動は十人十色。ゴミ袋をポーンと投げるように置いていく人もいれば、後から来てそれにネットをかぶせる人、回収車が去った後のゴミ捨て場を掃除する人などいろいろです。その中でよその家のゴミ袋を整頓したり、ゴミ捨て場をきれいに掃除したりする人々の姿を見て、私は見えない徳を積んでおられるなぁと感心しました。広本天理教教祖伝逸話編に次のような逸話があります。親様がある時、山中小磯に、目に見える徳欲しいか、目に見えん徳欲しいか、どちらやな、と仰せになった。小磯は、形のあるものは失うたり取られたりしますので、目に見えん徳いただきとうございます、とお答え申し上げた。徳には目に見える徳と目に見えない徳があります。見える徳は物などの形として、あるいは現象を通して知ることができます。例えば欲しいものが思いがけず手に入ったり、店でサービスをしてもらったりする場合がそうです。こんな時は誰でも得した気分になりますよね。けれどもこの逸話は、形だけ、その時だけの徳よりも見えない徳をいただく方がよほどありがたいということ、さらにどちらの徳をいただきたいと思うかが運命の分かれ道になることを教えられています。では見えない徳はどうしたら積ませていただけるのでしょう。それはいつでもどこでも人様に喜ばれることを一生懸命にすることです。たとえ人目に触れない、目立たないようなことでも、心を込めて行ううちに、だんだんと人に伝わり、感謝されるようになります。そうして人に好かれると、神様も好いてくださり、少しずつ徳を与えてくださるのです。つまり、徳のある人というのは、人や神様に好かれる人、と言えるだろうと思います。自分にはどれだけ徳があるのだろうか、何をどれだけ頑張れば徳をつけていただけるのだろうかと悩んだり不安に思ったりしている方もいるかもしれません。しかし神様は必ずいらっしゃいます。すぐにはわからないけれど、いずれわかるようにしっかり努めさせていただこう、そう思いながら、生まずたゆまず努力を続けて通るうちに、見えない徳とはどういうものなのか少しずつ分かるようになり、さらには日々ご守護くださる親神様のお働きを心の底からありがたく感じられるようになります。それこそが助かる道なのです。